グレンタイって呼び名は横浜で生まれたんだ。西の方じゃバラケツって言ってた。片木の人はグレンタイもバクとも同じだなんて思ってるらしいけど、そうじゃねえんだ。バクトには対面とか世間体があるけど、グレンタイにはそんなもんありゃしねえ。ブライっていうのかね。今日さえ面白おかしく過ごせりゃそれでいいんだ。明日まで生き延びてえなんてのは未練ってもんだ。あんたたちには分かんねえかもしれねえけどさ。面白おかしくって言ったって、何しろ今と違って戦争に負けてすぐのみんなすきっぱら抱えてた時代だからね。衣食足りて礼節を知るなんて言うけど、俺たちには着るもんも食うもんも何もなかったんだ。だからグレンタイ同士がぶつかることもある。一時はバクトとも随分やり合ったもんだ。毎日が食うか食われるかでさ、食う方に回るには強くなるしかねえ。いろんな男がいたね。モロッコのタッチャン、井上のキーちゃん、吉水の金ちゃん、清水のコテッちゃん、お初にお目にかかります。手前、生まれも育ちも横浜です。姓は早川。